3から4守備体系におけるフリーセーフティとストロングセーフティセーフティはアメリカンフットボール、カナディアンフットボールにおける守備のポジションであり、コーナーバックと合わせてディフェンスバックと呼ばれるポジションである。セーフティはスクリメージラインから10ヤードから15ヤード程度下がった位置に配置され、役割によりフリーセーフティ、ストロングセーフティの2種類に分類される。セーフティは コーナーバックと共にレシーバーをマークし、パスを阻止することが主な役割であるが、最後尾に配置され、相手の攻撃を防ぐ最後の取り出となる機会が多いので、守備範囲の広さが求められる。ワシントン・レトスキンズに所属していた、フリーセーフティのショーン・テラーフリーセーフティはプレーが開始した後、ボールの動きに反応して動く傾向が強いポジションである。フリーセーフティは通常、 クォーターバックをマークしているが、クォーターバックがポケット内に止まっている時は他の選手のカバーに動く。パスプレーにおいてコーナーバックを補佐し、セーフティとコーナーバックで連携してパスを阻止する形になることが多く、ロングパスではフリーセーフティが最後の取り出となるので、クォーターバックとフリーセーフティの駆け引きが重要な要素となる。ストロングセーフティはタイトエンドが配置されている。 ストロングサイド側に配置されることから命名された。ストロングセーフティの選手はフリーセーフティの選手に比べると体が大きく強いタックルができる傾向がある。これはフリーセーフティがパスへの対応が主な役割であるのに対してストロングセーフティはラインバッカーと共にランストップやブリッツに参加する役割を負うことが多いので強いタックルでボールキャリアを仕留める必要があるからである。 フリーセーフティ、ストロングセーフティは共に守備の最後尾に配置されているが、フリーセーフティがコーナーバックに近い役割を負っているのに対して、ストロングセーフティはこのようにラインバッカーに近い役割を負う。なお、両者の区別がはっきりしない起用の仕方をするチームも存在する。ありがとうございます。